誰もが頭の痛くなる話をさせていただきます。途中で切らないで最後までお付き合いください。国際調査で職場の同僚の関係はいいと思っている人の割合は世界で日本が最下位だったのだそうです。自分の職場では職場の同僚の関係はいいと思っている人の割合について日本は調査対象37カ国中なんと最下位だったそうです。10年で職場の人間関係が大幅に悪化していると言われます。今からお話しさせていただく苦言について少し触れてみました。こことは苦情とか非難を含んでいるということも多いですが、苦言は最終的には言われる側の利益になるであろうと思ってあえて批判して言うもの。したがって〇〇を頂戴するという表現は小言ならば本当は迷惑に思うという皮肉を含んだ意図なり、苦言ならば本当にありがたくその指摘を聞き入れるという意になります。さてここからはいい年を取りなはれ、こんな苦言のお話です。この話は毘沙門天を祀る有名神社の掲示板に貼ってあったものを掲載させていただきました。世間が悪い、社会が悪い、会社が悪い、社長が、同僚が、部下が悪い、家庭が、親が、妻が、子供が悪い、じゃあ自分は悪くないのか。そんな自問をしてみると原因は常に自分の姿勢にあることがわかります。自分が変わらなければ周囲は変わらないということです。絶えず人の悪口ばかり言っていないと気が済まない人はどこに行ってもいるものですね。言われた人はたまりませんね。でも言い返してはいけません。黙って我慢しなはれ、ほっときなはれ。難しいことですけどね。言われれば腹が立ちます。またこのようなことを言う人もいますが、現状に不満があるなら我慢せずに転職してしまうのも手ではないか。そんなことがあるたびに転職していたら何度でも転職しなくてはならなくなります。なぜなら全てが自分の思うような会社などありえないからです。どこに行っても自分と合わない嫌なタイプの人間は必ずいるからです。我慢って辛いですね。言われても言い返すことはしなはんな。黙ってほっておきなはれ。さてここからよう聞きなはれや。年を取ったら出しゃばらず、憎まれ口に泣き言に、人の陰口愚痴言わず、他人のことは褒めなはれ。聞かれりゃ教えてあげて、でも知ってることでも知らんふり、いつでもアホでいるこっちゃ。昔のことは皆忘れ、自慢話はしなはんな。わしらの時代はもう過ぎた。なんぼ頑張り力んでも体が言うことを聞きまへん。あんたは偉い、わしゃあかん、そんな気持ちでおりなはれ。勝ったらあかん、負けなはれ。いずれお世話になる身なら若いもんには花持たせ、一歩下がって譲るのが円満に行くコツですわ。いつも感謝を忘れずに、どんな時でも兵を気に。お金の欲を捨てなはれ。なんぼ銭金あってでも死んだら持っていけまへん。あの人はええ人やった、そないに人から言われるように生きているうちにばらまいて山ほど徳を積みなはれ。そやけどそれは表向き、ほんまは銭を離さずに死ぬまでしっかり持ってなはれ。人にケチや言われてもお金があるから大事にし、みんなべんちゃら言うてくれる。内緒やけどほんまだっせ。こんな年の取り方がしたいものですね。また生きているといろんな人から注意を受けたり、いろんな人から叱られたり苦言を言われたりします。人は皆苦言は聞きたくないし嫌なものです。気分がめいってしまいます。カッと怒りがこみ上げることもあるでしょう。でもできるだけ苦言を嫌わないようにしましょう。なぜならその苦言にはさらなる成長をするための大きなヒントが含まれていることが大半だからです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また良ければチャンネル登録もお願いします。